じゃあこれから動画用のオープニング撮りまーす。じゃあここはリアルに行こうか。いいよ。よし。じゃあキックンどうぞ。スポーク！はい、どうも皆さんこんにちは。MSS プロジェクトでございまーす。今回も集まれ動物の森プレイしていきましょう。私が FB27 です。そして本当に集まってしまった男、キックマックスです。アルマットです。ヘルです。そして今回はなんとですね、生放送で公開収録で動画を撮ってますから。今もコメントで来ていますよ。わー、やったーみたいな。スポーンみたいな。まあちょっとね、まだ内容も決まってないですけども、皆さんの意見を聞きつつ、ちょっとね、進めていければと思いますんで、よろしくお願いしまーす。はい、お願いしまーす。はーい。オッケーという感じで撮っております。じゃあ今日の分は撮れたようなので、うん、じゃあ解散ということで。お疲れ様でした。あ、ちょっとショップ見たい。どうぞ。なんかあんまり今売ってないな、この島は。ひでえ。あー、ほんとだ。おわ、でかい。でかいね。あー、そっか、ショップがね。ちょっとこいつやばいよ、もうやばいよ、株価もう。そう、昨日売っとけよかったかも。まあまあ、うちがちょっと高くなるんで。本当ですか？いや、だから、君んとこ高くなってるのものすごい大変だからさ。いや、でも売る価値ありますよ。まあでも、教えてくれるとすごい助かるな。さすがにだって400、500いったら売りたいわ。グランドピアノ26万ベル。高え。でもやっぱ王冠だから一番高いのは。王冠は高いね。ああ今も王冠120万ベルだよ。あ、やべえ、やべえ、アロマがこの戦うために。お前卑怯だろ、お前。これアサリをこいつ、アサリをこいつ、お前そこまでして勝ちたいんか、お前。クソ、やべえ、今もう速攻で返しないと。じゃあ、はい、というわけで今回は釣り虫取り対決やりましょう。いいよ。これどうする？あのカウンターで数は出ますけど、値段にします？ああ、それとも数にします？まあ、数やったことないから数にするか。数やってみるか。ああ、じゃあまずアイテム整理しないと。いつでもいいんだぜ、こっちは。じゃあお前ら配置つけ。まずは第一回虫取り釣り大会。ピポ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 。くん、それ何？え？何ここ？そう、サザンクロス。サザンクロス。サザンクロス、ここもう一個足りないよ、じゃあ。下。まあ確かにそれ言えてる。十字架の方がいいんじゃない？いや、キック理解してないわ。あ、ほら。もういいよ。どうでも。じゃあ準備いいか。いいよ。いいね。よし、よーい。スタート！いねえわ。チーン。よし！まずは3分。いない！距離をミスった。来た、これ。いやー、これちょっと奥すぎる。なあ、ダメだ。チキショー！走れ！出会わない！出たよ。鈴木さん出たよ。いやー、これ絶対鈴木さんだと思う、俺。このね、なんとも言えない大きさを鈴木さん。おい、なんだよ。おー、ヒラメだった。彼、ヒラメだね。あ、いた。現実でもヒラメ釣りてぇな。来い！あ、来てた。カモン。ラグがあるからな。ああ、しまった、しまった、逃がしちゃった。ああ、もう逃がしちゃった。お、ウツボじゃん。ウツボ。相変わらず虫はいねえな。虫いないね。いや、虫やっぱ昼間の方が出ないって、やっぱり。そうらしいね。だから釣り主体になっちゃう、どうしよう。よし、来た。ひらまさ、ひらまさ、ひらまさ。ああ、今度カレー釣れた。あれ、っていうか3分短くね。3分短いよ。もう終わる。とりあえずお試しやってるんやん。いた。ないな。うわ、頼む。アンチョビー。ほら、アンソニー。ちなみに同じ数だったら質で勝負だからな。くそ、しまった。よし、先起こされた。アンチョビー。よっしゃー、奪ったぞ。でけえの、いっぱい。ないな、でけえのがよ。あー、いいぞ。あー、逃がち、くそー、逃げた、キッカン。うぜー。あ、いたー。
小物ばっかりや。来い。おら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 、ちくさ遠い。俺の餌を見ろ。もう終わりだ。もう終わる。ラスト、これ。これで終わりだ。あ、しかも壊れた。攻めてこれ。アロマ勝利でーす。やったー。餌の勝利。さあ、というわけで、ちなみにキックン釣れたものを発表してください。俺はウツボとアジ2。はい。じゃあ、FB ヒラメとカレーとタイだったので、はい、キックン最下位でーす。ザーコザコザコザーコザコザコザーコうるせえ。うるさ。うるさ、実際に会ってお前をぶん殴りたいわ。わかった、ちょっと、わ、俺は琴乃さんのファッションコーデ、お眼鏡にかなうような。確かね、パーティーに。ああどうしたバラしたんじゃない？チョウザメは難しいよ。まずスーツを着て。やめろやめろやめろ、野蛮人野蛮人何やってんの、そっちが気になる方はですね、アップされるときに、注目してみてください。ゴミ人間め、ほら挟まれて動けないだろゴミ人間やばい、挟まったあ、やってるやってる、ほら鳥と、あー抜け出したこれ普通の魚、お父さん、俺たちっていうか、この島の人にしか対決を挑んでこないんだね。おい、ゴミ人間やめろ俺、弾持ってちゃんとアシストしてやるからゴミ人間やめろ、全然見つかんない、間違いない。琴乃さん、これパーティー感がすごいあるよ。あー、ミスったまずあいつを、あ、まあ、とりあえずこれ釣っとこう。俺が弾で今アシストしてやる見てくれ見てくれ見てくれ、これだったら琴乃さんもどこ、なんだこいつ、マジでその鎧のやつか、うわ、これは琴乃さんも大満足だと思うね。パーティー感あるでしょ、パーティーに来そうでしょ、こういうやつ、パーティーだねパコ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 ちょっと俺琴乃さんに合格点もらってくるから。いや、合格点はもらえないかもしれない。いや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 、完璧だろ。琴乃さん来ました、はいもちろん秒で終わったんだけど琴乃さん、これ完璧でしょ。あ、無視された。さあほら、素晴らしいです。だってやば、琴乃さん、琴乃さんやばいよ、もうちょっと勉強してきた方がいいってやべえ、琴乃さん甘すぎるって。それやっぱいつまでもいつまでたっても一流にはなれないなんちゅうこと言ってやがる。やった、仕立て屋クーポンもらったわ。やった、しかも3000ベル割引券もらった。よっしゃ、じゃあ2回戦いくか。今回は5分で勝負な。じゃあ今回値段勝負な。まだとりあえず置いとこう。じゃあいきます、5分勝負です。よーおーおー、スタート。速攻釣る、速攻釣る。どこ、もーくそ、チョウザメゾーン、チョウザメゾーン。ガー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 、くそ、チョウザメいねえ。チョウザメいねえわ。いや、昼の方がいるし、わがね、やっぱ。俺がさっき釣った。俺がさっき釣った。俺がさっき釣った。これは大物の予感。ここは加工で一発逆転狙いたい。よし、いやあ、天満。あれはなんか気になる魚だったな、ちょっと。いやあ、もう焦っただろうが。しまった、釣り竿バレた。石台。ザマーミロ、ザマーミロ終わりだ、あいつ、あいつ終わったな、あいつ終わったな、買ってくるしかないぞ。あ、来た、これ絶対やばい、大幅タイムロス、そっちステップ、チョウザメ釣った罰だこれ、
バッカこの魚、この頭悪いぞこの魚。あもう身の傘バッカな。早く言ってくれ。一台は強いぞ。違う、こいつに話しかけの意味ない。よっしゃ、嘘。うわあ、はい、一発目で食いつくなバカ者が。わかる。ちょっといはい、よっしゃー。オッケー。これは大物。ジョン・ペトルーシですよ。なんでジョン・ペトルーシできた。意外とせめて普通のウツボにしよう。いないよ。やばい、あとこの穴邪魔なんだけど。いやあーマジでダメだもう。クソうんこが。よっしゃー、うんこ奪い取ったぞ。うんこさっきから奪いよる、うん、俺の魚を頼む。なんかいやでもチョウザメが来ないと逆転は不可能。いや位置悪い。よし、これでかい、これでかい、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 キックもう来た、来てるやつは無理だ、身の傘がばっかやな、やめろ、一直線、一直線、あー、こいつは俺が絶対取る、てめえ、あと10秒、よし、これ絶対そうだ、これ絶対そうだ、いやひどい、これはひどい、アロマ12匹も釣ってる。それ欲しかった。いやいや釣れるねチョウザメ。買い取りボックスでお前ら使えないんだっけ。使えないね。じゃあ、もう店で直接。なんで。いやいっぱい釣ったからって。神のタイミングだったぞ。いや。じゃあ、まずは1万円から2万円台だった人発表してください。はーい。あ2万円台ですね。いや1万から2万の間だった人。ああじゃあ違います。じゃあアルマさんどうぞ。1450です。1450 FB18700。 エオンさんいくらでした。25050。こいつすげえ。だってチョウザメ2匹釣ったもん。いや最後のチョウザメでよかったな。さあキックンさん。キックンの勝ちなんじゃないの。あキックンさんおいくらだったんですか。今回は4万いくらだったんですか。俺今所持金9万7千ぐらい。いや所持金じゃなくて所持金じゃないっすよ。ま、ちょっと待って、俺こいつ釣ってからにして。まあ、ちょっと待って。あーちょっとやめてもういい、もういい、俺の負けです。キック何円だったの。いや え俺1700。1700? はいやー嘘でしょ。嘘でしょ。嘘だろ。ほんまです、ほんまっす、嘘だろ。ほんまです。しょぼすぎるでしょ、はい、ミラクル雑魚なんだけど。キックンスーパー弱いね。チョウザメ1回でいいから釣りたいんだけど。じゃあ分かった、キックンのためにチョウザメ釣らしてあげよう。だからあーキックン右にいるわ。右上。うん、右上の加工ゾーンにいます。わかった。おいいね。じゃあキックンチョウザメチャレンジ。あ、ちょっと見たいけど待ってこれ。えい。あ、これ来るでしょ。来ない。は？外れた。もう今最初から目つぶってたから来ない。あ、来ると思う。わかんなかった。あ。ええー。減った。マジかよ。今のは下手、あんだけみんな黙ってて。もっと何、刹那のタイミング。もっと刹那だね。今の遅かったもんだって俺から見てても。終わった、刹那のタイミング。いや、おーよし、あぶね、今ギリギリだったよ。違う。違う。こいだ。今だって遅かったもん。よし。頑張るキック。来た。うわ。ダメだキック、一生釣れないよこれ。あ、これ多分超ダメ。さすがに。上か。あ、どっち？右上。あーでもやっぱむずいのかな、ラグあると。もう貝殻でも売ってよ。かわいそう、かわいそう。
島の子供かよ。キックンのチョウザメチャレンジ動画。キックンの、ないけど、キックンの島には行かないの。キックンの島に行きます。さあ、キックンの島に遊びに行きました。やめろよ、これリアル感があるんだよ。このうんこマジ生々しいよな。海辺で何人おばあさんが行方不明になったのか。何これはなかなか思い切った斬新なあれだね。赤い菊持ってたっけな、これ。いいね、キックンさん。しかもここで洗濯すんなよ。綺麗になるわけがない。こいつ、この崖からのあれじゃん。出れないじゃん、この、こいつ誰なに、上にいるやつこれキックンの家じゃないの違うよ。アザラクって誰だ。アザラク、だから羊みたいなやつじゃなかったっけ。あ、アリクイみたいなやつ。いや、カンガルーだね、黒い。全然違うよ。わあ、でも こいつなかなか個性的だね。うわ、アーシンドやべえ部屋。マジで見たい見たい。どこにあんの、アーシンドの家。こいつの家初めて入った。アーシンドの部屋、和風の部屋なんだけど、あれじゃないから、もしかしたら。うわー、すげえ部屋に住んでる、アーシンド。ダンボールソファーを使って筋トレするのが最近のマイブームなんだ。なんだこいつ。わあ、すごい、おっす。キャラプレイやばいぞこいつ。こいつやばいね。あれじゃない、プレゼントとかじゃない。いやゴミの壁紙とかプレゼントじゃん、この床とか。いや、わかんないけど、ダンボールならしょっちゅうこいつらにプレゼントしてる。なんでだ。どうした？いや、タツオが薄いみたいになってる。え、タツオ。こいつ目隠し状態で生活してるんだけど。それは薄いだね。どこにいるの、どこにいるの、どこにいるの。こいつ超人なんだけど。俺の草。なんでこんなみんながみんな家にこもってんの。確かにね、誰も出てないな。なんか作業してたやついた？いないね。みんな自粛要請守ってんじゃん。ステイホームしとるやん。みんなステイホームしてるよ。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。どうす。MSS は YouTube、そしてニコニコ動画に、チャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いします。登録ボタンの方はですね、こちらとかこちらとかこちらとか、あとこちらの方にですね、ございますので、ぜひ、ご登録の方をお願いいたします。下の概要欄にも URL が載ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。するかよ登録なんて。